ちょっと急になんですけど、インスタライブしたいと思います。そう、 YouTube 今さ結構定期的に上げとるっちゃけどさ、もうすぐで10万人来そうなの。目標だったの10万人、銀の盾。みんなちゃんとチャンネル登録してますか？よろしくお願いしますよ。こんばんは。こんな時間からインスタライブするのなかなかないんじゃない？こんばんは。お、321人、いつもより多いやん。夜の方が結構見られるんかいな、もしかして。あ、今から寝るところだった。寝る前に携帯触っとる、触らんほうがいいじゃない？寝れんくなるよ。リップどこのですか？これラカの109番です。最初見た時ちょっとイエベ向きかなと思ったんだけど、なんかイエベも、私はブルベ冬なんだけど、ブルベさんも使いやすい色だなって思った。なんかね、一瞬ちょっとこういう色、ベージュピンクみたいな、でもちょっとなんかオレンジ味あるよね。だけど口にのせるとどっちでも大丈夫そう。ちょうどハルピのこと考えてたんだって。本当？本当？それ本当？でティッシュオフしても色残る。すごいんだけど、残るんだけど、めっちゃいい色です。寝ようとしてたら通知来た、起きててよかった、だって。通知来る設定にしてくれとるん、私のインスタライブ。ありがとう、ありがとう。綺麗に大人お姉さんって来た。いや、大人だよ。だってもう27歳だからね。まだ寝ないの、だって。え、今お風呂溜めてる。寝る、寝たい、寝ます。リップ綺麗な色だって。綺麗でしょ。ノグさん、ノグさんありがとう。ブラ見せて、だって。見せるかい。はい、どうぞって見せるかい。そういうのやめた方がいいよ。恥ずかしいよ、ブラ見せてなんて公開で言っちゃったら。生配信だから許されてるけど、言える？道行く人にブラ見せてとか言えないでしょ。ダメだよそういうの。声おかしいな、俺の設定かな、だって。どう？声おかしい？おかしくないよね。ちゃんと聞こえてますか？27歳って聞いてる。え、27歳です。どう？27歳に見える？こういう時は見えないって言わないといけないよ。分かった？沖縄から見てます。ありがとう、沖縄。今日の配信はすぐ消しちゃおう、終わったら。だから今見てくれてる人限定の配信です。ヤフーニュースなってたね、だって。ありがとう。そうなの、あのダイエット系の動画と、あとインスタに投稿したあの写真集の無断転載の記事が上がってました。嬉しい。ありがとうございます、記事にしてくださったこと。仕事帰ってるところで嬉しいので。遅くまでお仕事お疲れ様です。おやすみだって。おやすみなさい。 HKT 時代から博多弁かわいいね。博多弁かわいいねっていうか、まあ普通に福岡県出身やけんさ、なんかもうみんなこんな感じで喋るけんさ。え、今日何しようととか、どこ行っとったと、みんなこんな感じやけん、あんまりよくわからん。でも東京来ると癖がなくなる人と、そのまんまでおる人
おるね。やっぱりこっちに来るとさ、敬語やと出らんけんさ、博多弁が結構その癖がなくなってしまうんだけど、私はできるだけこっちにおる時もできるだけっていうか、なんかなぜか福岡の友達が多いけん、そうなんか今も残っとる方言。口下手の博多美女から綺麗な博多美女になったよって確かにアイドル当時全然私喋らんかったやろ。てかおしゃべりが苦手で意識があったっていうか、そうあんまりおしゃべりする方なメンバーじゃなかったけん、今の方がのびのびとやれてるかも。なんか自由におしゃべりできてる感じする別にそんな変な意味はないけど、ストレスほんと吹き飛びますだって。よかった、私を見るだけでストレス吹っ飛んでくれるんだったらいくらでも見てください人見知りって来てる。めっちゃ人見知りかも。人見知り、そうだな、まあ職業柄誰とでも仲良くはなれるんだけど、なんて言ったらいいんだろう、初対面めちゃくちゃ印象いいし誰とでも仲良くなれるんだけど、そっから先がめっちゃ難しいみたいな感じわかるかな。初対面バリバリバリ社交性あってバリ印象いいしみんなと仲良くなれるみたいな感じ光る杉村さんありがとうございます。わかる？わかる人いる？俺と一緒だだって。よかった、一緒なの。わかるよね。そうなんだよね。だけど、そういうのって別に何がいいとか悪いとかじゃなくて、やっぱ性格とかもあるから、なんか大人になってからそんなに、なんて言ったらいいの？へこまないようにした。牛尾サリナちゃんつながりで来ましただって。ありがとう。そう、牛尾サリナちゃんに教えてもらった絵本買いましたよ。今そこに飾ってあるけど、サムライ43513ありがとうございます。お、ひでゆき K6103 ありがとう。仕事終わって見たら美人が映っとるよってありがとう。博多美人やろ。まいちゃん来たって。嘘、まいちゃん来た。どこ、まいちゃんどこ。はるちゃんだって。まいちゃん完全に無視されてて泣きそうやって。それはちょっとセンスないコメントやけんやないコメントのせいにした、ごめんね、読めなくてごめんね HKT メンバーで今でも仲のいい子は誰ですか。まいちゃんもこの前私の家でお泊まりしてくれたし、あと谷ちゃん仲いいかな。まあ HKT っていうか SKE48 に行ったけどずっと仲いい谷ちゃん。今舞台の練習してるよね確か。早く覚えたい。早く会いたい。早く覚えたいって言った今会いたい。谷ちゃん全然連絡くれないんだもん。谷ちゃん感じで、いきなりでしたが生配信もう終わっちゃおうかな。今YouTube すごく気合い入れてるので、まだ YouTube 登録してないでよって方はぜひぜひ登録よろしくお願いします。明日も夜新しい動画あげようかなと思ってます。
だけどちょっと今見てくれてる人多分男子が多いよね。男子にためになるかは分かんないような動画になってます。ヘアセットの動画だから。今日はおろしストレートなんだけど、巻き髪の動画、ヘアセットの動画をあげます。あ、登録します。登録してくれる人、はいはい、まだしてない人もしてくれる人、約束して、ここで YouTube よろしくお願いします。で、YouTube10 万人登録者いったら、みんなと一緒に乾杯生配信をするっていう公約を立てているので、みんなと楽しくお酒を飲める生配信を10万人いったらしようと思ってます。これはね、よくファンクラブで月1ぐらいで開催しとるっちゃけど、それを特別にね、ファンクラブに入ってないみんなともやろうと思います。ということで、はい、お風呂入ります。たまりました。ではでは皆様、あと、そうそう、もう一個言いたいことあったな。YouTube がもうすぐ10万人なので、チャンネル登録よろしくお願いしますっていうのと、あと8月3日みんなと会えるイベントを企画中です。っていうか会場を抑えました。ファンミーティング、8月3日ファンミーティング開催します。ちょっと昼と夜の部作るので、まあそれなりに座席数はあるとは思うんですが、リアルでハレッピに会いたいよって方は、ぜひぜひ予定開けててください。8月3日、まあファンクラブの方で先行販売するのね、チケットは。そうですね、はい、そこでもし余った分はみんなにも、公開してイベントの情報を流したいなと思っています。そう、場所は関東です。東京で開催します。リアルで会えるファンミーティング、楽しみに待っててください。それではまたお会いしましょう。おやすみなさい。見てくれてありがとうございました。じゃあね、おやすみ。